仙台育英野球部の OB が経営する多賀城市の油そば店です。仙台育英の練習場にも近いこちらの店には、野球部の生徒や須江監督が時々通ってくるということです。野球部 OB の鈴木健丈店長は、気持ちを込めて戦えば優勝できると期待しています。明日はもう働きながらなんですけど、仕事なんのかなっていうのが正直ですね、はい、もう一回感動したいですね、はい、あれはもう一生の宝物というか。こちらの店では明日の決勝終了後から明後日まで記念セールとして、普段870円で提供している油そばを500円で提供するということです。また登米市に本社のあるこちらのスーパーマーケットでは、明日の決勝戦の後記念セールを行うことになり、準備に追われています。地元登米市から仙台という、しかも仙台育英という強豪に、いて、そしてレギュラーしかもバッテリーとして活躍する姿を見て、親のような気持ちですかね。セールでは果物や刺身などを通常より2割から5割安く提供するということです。価格設定にちょっとこだわっていて、育英にちなんだ1981円だったり、あと198円、あとまた野球にちなんだ890円ですとか、あとはサンキューセールといたしまして、39円でのセールを企画しております。セールは県内27店舗で、明日の決勝戦終了後結果を問わず27日まで行われます。東北の入り口にあたる白川の関跡に立つ福島県の白川神社です。境内には去年の悲願達成に続いて、今年も優勝旗をと祈願する絵馬がいくつも奉納されています。今年も深紅の大優勝旗の白川の関越えを祈願して、多くの参拝客が訪れています。去年の末には須江監督や湯田投手も訪れ、今年の大会の必勝を祈願したということです。神社には今年もすでに優勝記念の御朱印が用意されていて、連覇を祝う準備は万全です。嬉しいですね。なんとかのパワーになったらいいなと思ってね。今年もぜひ頑張っていただいてね、新婦の優勝旗持ってきてくれると思います。明日の決勝では白川の関跡でもパブリックビューイングが行われます。